こんにちは、みなみです。こんにちは、なつきです。こんにちは、みなです。こんにちは、みままです。はい。はい、今日は、まるまる記念日です。はい。皆さん、何かわかりますか？わかるかな？この時点でわかった方は。いや、すごい、すごい。本日4月2日、みなみチャンネル動画投稿本数、1000本でーす。1000本記念日です。1000回こんにちは、みなみですぐらいやった。やってるね。1000回ぐらい。今日はね、この動画で、うん、まあ、裏話というか、あの時こういうことがあったってこうやっていう話をしていきたいと思います。はい、はい、お話動画になると思いますが、お付き合いください。はい。それでは、スタート。スタート。何か印象に残ってる動画ありますか？そうですね、まずじゃあ、いやでも1000本出してるからね。1000本、すごいね。初投稿の動画は実はその日、うん、事務所に見学として行ったんですけど、うん、もう挨拶動画を撮るよってなって、うん、あの動画が完成しました。はい、そこでですね。本当に、はい、だから心の準備ができないまま、そう、始まったので不安だらけだったってことね。そう、全然喋れないし恥ずかしいし、うん。はじめまして、みなみです。これから TikToker と YouTuber として頑張っていくので、応援よろしくお願いします。バイバーイ。順番的に言うと、その後に、皆さん問題です。誰が出たでしょう？その後？うん。おー、正解。順番分かる、誰が出たか。まあ、悪いか、私。まあ、そう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 。私が最後。そう。はい。こうやってクッションは。懐かしい。懐かしいね。そう。ルイカの初登場なんてもう本当にちっちゃいの、ちっちゃい、あんま知らずでしょ。うん、あー、あれか、ちっちゃいよね。昔のさ、定番企画でさ、ママと耳対決とかあやってた。お絵かき対決、ね、ヘアアレンジ、なぞなぞとか。当時の YouTube 見るとハキハキ喋るってめっちゃ思う。なんかふにゃふにゃ喋ってるから、言うてさ、今はさ、今早くなりすぎじゃない？早すぎるんだよ。早くせに滑舌あんま良くないから何言ってか分かんないんだよ。最悪じゃん。最悪なんだよ。一番再生されてる動画何か分かりますか？はい、YouTube。 はい、はい、せーので言う。え、分かんない、分かんない。 YouTube 結構やばいよ。やばいよね。待って待って待って、結構分かんないんだけど。え、一番再生、分かったらせーので言う、言わないで。え、本当に分かんない。せーの、ヒロイン育成計画。あー、バレちゃう。あれだってさ、あれ900万。あー、もった、踊りって考えてなかった。あ、なんかただの企画って考えてた。あー、踊りね。その次は、金曜日の早。あー、踊り系があれだね。ダンス、そうだよね。うん、ダンスがね。私が中1にやった3年前の平日ナイトルーティーンが471万セル。ルーティン系が本気だよね。うん。あとクレーンゲームもね。ああ、そうだね、クレーンゲームね。あとモーニングルーティーンとか、今でもそうだけど。うん、うん。金魚すくい153。金魚すくい。懐かしすぎる。ポイフルでインスタ映えスイーツが作れるっていう3年前の動画で、タイちゃんと初めてこの日会いました。そうなんだ。そこで初対面でした。そう、45秒で何ができるの方が金曜日のおはようより言ってる。これはね、結構あの東京タワーの前に撮ったんですよ。うんうんうん。人がいたね。いたね。だってなんなら映ってるもんね、うん、休憩してるサラリーマンの人とか、モザイクかかってるもんね。うん。でもこの人が通ってなかったから、あ、ここでやろうってなって、うんうん、ここでやりました。これいい感じだよね。なんか逆光がいい感じ。うん、うん、確かに。なんか裏話とかないの？うまくいかなくてルーティーンとか取り直すこともあったよ。ちょっと最近にあったよ。そうだね。内容が、うん、薄すぎるから、うん、お昼過ぎぐらいまで撮ったけど、うん、なしにしてまた次の人とかあった。そう、それでそれでネイルが変わってるみたいな。ああ、ママが素材を間違えたの。うん、あのこっちの日の朝のやつと朝のやつを使って、次の日のメイクを使ったから、うん、爪が違う。違う、ね、そう、この日に、この日にネイル行ってから。だから、みなみさんかわいそうに、あの、ルーティーンやらすぎはなんか出てきた。ルーティーンやらせるものにもないけど。ないけど。気になっている子たちがいるのかよくわかんないけど、うん、ルーティーンでアラームが鳴って起きるシーンあるじゃん。あれって、一回起きて、いや、そんな。カメラを回して、また寝たふりするんでしょみたいな。逆にみんなに素材見てほしいわ。編集ない、なしのやつ。
ありがとうございます。9時に起きるから、ママにカメラ撮影しといてって言いました。前日からね、ルーティン撮るよって言ってあるから、うん、ママにセットしてもらうんですけど、でなんか、私寝癖がつかないタイプだから、うん、一回綺麗にしてからまた寝てるとかすごい言われたことを言われるんですけども、うん、まあ結構ガチの病気です。お部屋紹介初めてしたやつは434万再生。懐かしい水色の部屋。でもまた水色に戻ったよね。今日ちょっと倉庫に荷物を取りに行ったんですよ、うん、水色セット、カーテンとまだ残ってますので、そうあるはい、結局水色に戻ってるよってその子たちに言いました。あ、心の中で初めてメイクってやつ、うん、え、そうこれさ、ビューラーした時にさ、うん、よくママが使ってるやつとか言ママがよくやってるやつとか言ってやばいね、もうやってないけどな。もうビューラーやってない。めっちゃ頑張ったのが、うん、2018年振り返り、2019年の抱負とか新年ご挨拶、喋る系は言うこと、まあ今もやってるけど事前にまとめて、うん、でもこの時は超細かったから、そうそうなんだ、そうだよ。で、私毎回 iPhone の紹介してます。毎回で最近はやってないんだけど、その時も間違えたことを言っちゃうのはいけないので、うんうん、パパに教えてもらって、うん、カメラはどうなって前とはどこが変わったのかとか、ああ勉強してからね、そう勉強してから撮ってた。ユイカとベル集め、あつ森30分でいくら集まるかって、やってたが結構コロナ真っ最中の時、そうロケできないから、ああそういうことね、家でできる企画をマジでやったね。ダルゴナコーヒーとか、そうそうそう、やられたわ、苦いの飲まされた。ああ、あとアマゾンで新学期のやつ、うん、そう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 、知ってアプーンとか買ったらでかすぎて、ああってでも使ったよ私何回か。あ、そうなの。使ったよ、アルミのさ、ステンレスみたいな、そうそう、で、中輪だったら隣の人がそれ使った。え、それ見たことあるのってやば、うん、なんかさ、ルイカとさ喧嘩しながら動画撮ったやつとかどれか覚えてる？喧嘩しながら、なんか機嫌悪い、みんな機嫌悪い時に撮ったやつ。どれだっけな、それ最近じゃない？覚えてるよ。だしめっちゃ位置とかが気になるんですよ。どっちが前に行ったりとか、そうどっちが後ろに行ったりとか、そう揃ってないとかすごい気にするんですね、うん、まあそれは前からパパが画角とかを気にするようにっていうのもあって、うん、まあ、そこから多分パパを受け継いだのかしらないですけど、すごい言っちゃうんですね、うん、でもなんかルイクが嘘みたいな、進んでる、進んでるふりして進まないんですよ。そう、そうだから、でなんかすごくここで悪い雰囲気になるじゃないですか。で、え、なんで動かないのみたいな、撮ってる時に、え、なんで、じゃルイクは進んでるつもりなんだよ。そう、ルイクは進んでるつもりだから、なのにミミがまだまだまだとか言うからちょっと決めて、何これでいいみたいな感じで、私が最終的に怒る、うるさいみたいな。で、まあ喧嘩しながら撮った YouTube も全然あります、うん、ありますね。まあ大体でも違うところでここ喧嘩してるって言われない？あー、この時喧嘩してないって言われない？こうやって、あ、そうだね。あの時は全然だったね。そう、サンタの、あれはね、普通にプレゼント交換だよね。そう、マントをルイクと戻しただけなんですけど、私こうやってやってるみたい。意外と違うところで。そう。そう、あの喧嘩シーンは映ってませんので。さすがに。すぐに映ってカットされてる。あの皆さんにはお見せしま、お見せ、あの映す必要はないので。ちょっとお見苦しいので。そう、お見苦しいので、見てもいい気分にならないと思うので、まあすべてカットされてるので、喧嘩シーンはないかなって。でも喧嘩するけど、別にめっちゃ長引いたことないよね。ないね。ないね。なんか本当にこの一瞬、そう、みんな忘れる。ちょっと私から言っていいですか？いいよ。ドレッサーとコスメ収納を全紹介します。はい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 。これ、実はスローで撮ってたんですよ。あー懐かしい。カメラ機能にスローっていうのがあるんですよ。わかりづらいよね、一緒だから。ビデオとスローを間違えて、うーそれ1時間ぐらい、うん、もっとあったよ、もっとあったよ、絶対なんとか、なんとかって言ってて、通常のあれに戻してパパに内緒で、どうしただから、なんかパパに言われたの、なんかこれめっちゃブレてない言われたので、私ヒヤッとしてる。でもこの
動画1時間ぐらい撮ったんですよ。そう、長いよね。そう、だから、うん、撮り直しはちょっとできないと思って、うん、でも、パパには言えないから、思いながら、言ってない、言ってない。これ初めて言う。そう、パパ気づいてない。気づいてないね、多分。気づいてない。でも、これ300万再生。おぉ、すごい。誰も多分気づいてない。誰も気づかない。バースデーの時じゃない？あとなんか探すやつ、うん、宝探し的なやつ。その次ルイがこういうことやって。ルイカがドッジボールで、ちょっと、変な風に当たっちゃったの。そう、変な風に当たっちゃった。そうそうそう。でも、未だに大好き。ドッジボールね。私だったらもう恐怖で、もう出ないよ。ね、もう出ない。で、姉の誕生日に手術したよね。そう。ああ、そうそうそう。最悪だったね。うん、と結構号泣してたね。担架で運ばれる手術室じゃない。じゃないんだ。ああ、そっか。だから、その手術室に歩いて行ったから、ここはビーって当たる。そうそうそう。いや、無理。前期検査の時に、一回やられて、もう一回やられて、またここにやられたんですよ。取れなくて。取れなかった。血が。血が。そう。まあ、それはしょうがないじゃないですか。うん、だけど、レイカは初めての、そう。あれ初めてなのに、一回目でもう号泣なのに、うん、またやるってなって、さらに、この手の甲って、くっそ痛いのよ。私だって血液、血取るとき、うん、看護師さんに手伝いそうで。はい、でも、私も行ったことあるよ。え、でも、みんなもさ、耳のさ、記憶ではさ、すっぱなかにしてる。聞いて、ちょっと YouTube 関係ないんですけど、皆さん教えてほしい。血液検査とかするときに、パンツ一丁になります。なんだよ。それはミミは尿検査に引っかかっていろいろエコーとか取ったんですよ。うん、冷たいのビーン。ああ、それであれになったの。なんだ。その間に血を取られて。うん。死んじゃう時って脱がないんですよ。脱がない脱がない。だから私も血抜く時スパーカーになって。いやなんかメーネに聞いたら脱がなかったよって。当たり前じゃん。なんで血抜くのにスパーカー。ここだけでいいやんだって。まあちょっと YouTube の話からねそれましたが。うん、200万回再生されてる、なぜか。これが。トコウメグミ100個食べれるし。いやー、トコウメ好きだったね。うわ、大好物なの、何個でも食べれる説でしょ。うん、でも、当時、むくみとか知らずに、梅干しを食べたらむくむとか知らなかったから、大好きな梅干しを毎日のように食べて、うん、もう皮が毎日のようにパンパンになってます。ただですね、これで。ほっぺちゃん。うん、ちょっとうるさいよ。それで、今は、食べてない。うん、控えるよね。控えるよね。でもさ、男梅シートとか食べちゃうよね。シートね、変わんないだろ。困る。まあね、男梅シリーズはマジで。やばい、ここスパム。うん、あれマジ美味しい。で、待って、あと、実は私のニット帽が穴開いてるやつ。何なんで穴開いてんの？穴開いてるじゃない、そこが、上がないの。でも、動画じゃ見えないの。ちょっと説明しますね。ニット帽ってこうなってまって、ここは塞いであるんですよ。なんですけど、私気づかずに、まあ、YouTube のオープニング撮ります、いつも通りね。そう、こうやって被ってて、ここがないの。え、なんでないの？わかんの。縫い目がほっつれて穴が開いたの。誰か切ったんじゃね。だからここがないの。なんていうの、もうだから筒状態でしょ。筒を頭に被せてて、その動画あるよ、多分。でも、動画では見えないから使おうじゃなくて。ワインレッドみたいな。そう、ワイン色の、どこ誰か知ってる方、はい、ちょっと見つけてください。面白すぎる、本当に。なんか最近 TikTok で流れてくるんですけど、うん、ルイカに当ててもらう伝言ジェスチャーゲーム。ママと夏の意味で、ルイカめっちゃ親しで。そう、ネーネが、ネーネとママが腕組んでて、それにルイカが嫉妬するっていう。そう、なんで宣伝しんの？そう。覚えてないのかい。最後まで見てくれてありがとうございました。それでは、バイバイ。レイカ持ってて。なんでそんな手組んでるの？嫉妬です嫉妬。いつも知ってた通りで。どうぞご勝手にやっててください。これ面白かったな。笑い転げた。ケンタッキー早食い対決。ねえねえが、私が水こぼして、あ、水け、うん、ねえねえがパンツも濡れて、パンツも濡れて、大惨事になったやつ。めっちゃ友達にからかわれた記憶あるもん。うん、だって髪も、髪くん、髪も食べてた。あ、そう。食べてたわ。ね、食べてた。TikTok でみなみんのナイトルーティーンみたいな。ルーティーンみたいな。みなみんの。あれ。女子力高いと思って。でもそれはお手本はミミってことだから、ミミが女子力高いってことでしょ。そうなんだけど。まあ確かに、この4人の女子の中だったら、まあ一番女子力高い。部屋の汚さはなんかバーバーン。いや、ルイカが一番綺麗。いやいやいや。あと、タンプレ開封。
去年の夏のやつ。サンプル開封、あー。去年の夏のやつは、うん、あれは、月金ぐらいかかった。うん。ありがたいね。家族が増えました。まるちゃん、ぽーちゃん。毎日幸せ。はい。エブリデイハッピー。これを公開したのが、2021年6月4日。ぷ、うん、ーちゃんがすぐ、うん、来てすぐだね。まるを最初に紹介した。そう。もうこんぐらいだったよ。いや、まるやばい。マジでちっちゃかった。リアルこんぐらい。ここから、あんなに凶暴になっちゃってる。本当に。あんたに似たのよ。本当だよ。最近私よく言われるんですよね。ちょっと性格がひねくれてるところがもう、似てるみたいな。そう。で、私たちは、いややねーって言う。マルに。マルプを迎え入れてから、うん、本当に変わりましたね。変わった。うん、いろいろと。いろいろと。もう第一マルプになりましたね。そうですね。そうだね。優先がね。優先がね。まあやっぱりね、飼うってことは。そうですね。それだけね。生き物もね。そう。命があります、ね。はい。やっぱり、そして可愛いので、自然にそうなりますよ。ママがお留守番なのは、まあそういう理由でっていうのですね。ママがいけれれば、そう。パパが留守番してるって言うんですけど、そんなことしたら、どこに行けない、どこに行くかわからない。エルプチの撮影の後に、うん、そう、遊びに行ったんですよ、プライベートで。そう。メンバーとね。その時一人で東京行ったの珍しく。うん、そうそうそう。エルプチの撮影だけだし、うん、夕方に終わるから、その後遊んで、うん、帰ろうってなった時に、携帯がなくて、バスに乗る時に携帯で、その予約取ってたから、それを見せてじゃないと乗れないんですよ。うん、なのに、その携帯もないから帰れなくて。マルキュー遊んで、その後その辺でブラブラしてて、もう行ったり来たりしたら携帯が行かないから、うん、マルキューの警備員さんとか聞いたりしたけど、落とし物ボックスに届いてますとか、東京やばいよ、焦るよね、焦る、ドタバタしてトイレに行ったので、そこで置いてきたらしいのね、後からの情報によると。でもトイレに行ってもなくて、もう届けてくれた。ああ、そういうことね。そう、だからやばいと思って、とりあえず事務所に行こうってなったの。だから私はタクシーの運転手さんに、あと2000円でこのぐらいの距離ってありますかって言って、事務所に行ったんですけど。よかったね、そこで行けて。行けてよかった。そう、うん、事務所をめちゃくちゃコン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 ってしたわけですよ。うん、ロックがかかってて、かかってるから普通に入れないわけですよ。うん、だからコン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 ですよ。で、奇跡的に一人マネージャーさんがいたんですよ。うん、関わりのあるマネージャーさんがいたので、携帯なくしちゃってみたいな。で、すごい申し訳ないんですけど、メンバーにも確認してもらって、もう携帯持ってないよねみたいな。持ってない、あ、やばい。さあ、さあちゃんが電車でカバンひっくり返して。さあちゃん、その説はご迷惑をおかけしました。私たちその時ご飯食べに行って車の中だったんだよね。そう、もうパパも激おこだよ、もう激おこ、本当に何やってたよつってもう本当にとか言って、でもどうするどうするってママと話してて、結局ママが運転して行った。苦手なママが夜に東京に行って、もう大感謝しなさい、あんたは。本当に。あなた車免許取ったらママはどこにでも連れてくるんだよ。私意外と行けるから。私が責任免許取るけどね。まあね。それが一番だね。そうですね。やらかし声言えばね。やらかし声が。ということで、はい。千本記念は、なぜか、みなみのやらかしエピソードで、幕を閉じるということになりましたが、はい。はい、これからね。たくさんいろいろなハプニング、アクシデント、うん、あると思いますが、一緒に乗り越えていきましょう。はい。行きましょう。また、裏話好評でしたら、ね、やりたいと思います。はい。これからもみなみチャンネルをよろしくお願いします。まーす、そしてサブチャンネルもよろしくお願いします。せーの、最後までくれてありがとうございます。それでは、バイバイ。みんな、今日喋った動画見返してみて、ドレッサー紹介とか。ああ、確かに。ブレてるかもね。ほんと昔の、今、ルイカが使ってるやつだよね。あ、ドレッサー。ドレッサー。ニトリのやつ。うん。バイバーイ。